ロストクワット、あ、ハンドルが重くなった。はい、皆さんこんにちは、みそにぎです。前回の動画の続きというか続きです。南海部品さんで今タイヤを交換してもらいましたので、これから、慣らし運転に行きたいと思ってます。これ出ると気をつけろって言われたんで気をつけて曲がりたいと思います。うわ、重っ。よいしょ。ロストクワット、あ、ハンドルが重くなった。早速なんかも違いが分かりますけども、ハンドリングが非常に変わりましたね。少し重くなりました。もうすぐ分かった。さあ、これからそう、どうしようかな。ちょっとどこに行くか決めてないんですけど、まあこっちの方で言ったら河内の貯水池の上まで登らずに、ちょっと下の方ぐるぐると回って帰ろうかなと思います。はい、タイヤのね鳴らしということで、じゃあ行ってみましょう。いやー、どれぐらい変わるんだろう。今もう早速気づいたのが、ハンドリングが重くなりました。あー、違うね。うわ、全然違うわ、これ。怖っ。こう軽く倒しただけで、なんだこれ、倒れやすくなったのかな。今の僕のファーストインプレッションで、おお、ちょ、怖い、お、こんなに変わる。ちょっと待って、こんなに変わんの。マジか。何言ってんだお前って思われると思うんですけど、ちょっと具体的に説明するというか、僕の直感でのイメージをちょっとお話します。もともと GPR300 っていう、タイヤをね、ZX25R 純正でつけてるんですけども、今ロストクワトロっていうのにちょっと変えたんですが、こんなに変わる。ちょっと待って、たかがこれぐらいのカーブでこんなに変わんの。ちょっとこれ油断してたらマジですっ転びそうになるんで、ちょっと怖いな。イメージですね、僕のあくまでイメージなんで、ちょっと参考になるか分かんないんですけど、 GPR300 っていうのがどちらかというと、まあ平べったいですよね。まあ、純正タイヤということで、スポーツ寄りのタイヤですよね、ロストクワトロ。なのでこう GPR がこうだったら、やっぱりちょっと山になってるんですよね、ロストクワトロ。だから軽く倒した時により傾くっていうか、平べったいものをこうやるよりも、こういう形のやつをこうやると適正板区画に行くまでが早いっていう、こうちょっと専門用語を使って知ってる風を出しましたけど、まあそんなことだと、そういう感じだと思います。現実今普通に街乗りで通るような緩やかなカーブでも、勝手にハンドルが切れていく感じ、セルフステアがより強くなったというか、そういう感じがしましたね今。これ慣れるまでちょっと怖いな。こんな変わるんだ。たかがこんな街乗りのこんな緩やかな道ですらこんなに変わるっていうのは衝撃でしたね。タイヤ交換をねされてる方々にね、これたかがマジでこんだけ回るのに全然違うんだけど、すごいな。いや、すげえ変わりますよって言われてたんですよ。全然違いますよって、本当に全然違う。タイヤ1個でこんな変わるっていうぐらい変わりますね。まあこういう本当に街乗りで普段使う道で鳴らしていくっていう感じなんですけど、こうちょっとほら、こうやったら、おお、怖い、そらちかこれ。マジかこれ。やばいな。こんなに違うことあります？こう何を言わんとしてるかが、多分これタイヤを変えてる方にしか伝わんないと思うんですけど、これ変わったな、やばいなこれ。こんだけ倒れるのに食いついてくれるからすげえってなるんでしょうねこれ。いや、出費は痛かったけど、念願のスポーツタイヤと言っていいのかな、ツーリングタイヤなのかな。ロストクワトロはどうなんでしょうね。立ち位置的には GPR に近いもので、まあちょっとグリップ寄りっていうタイヤだと思うんですけど、ちょっとどころじゃねえぞっていう気がしますが、あ、これでも本当すごい、本当にちょっとしたことで曲がる。操作性がだいぶ違ってきてるっていうのがマジで第一印象強いっす。これ今までの感覚でやると思った以上に倒れるんで、そこがちょっと気をつけないといけないですね。すごい、こんなに変わるんだ。はい、ということで河内の貯水池に行きます。こういうところでね、いやもうなんかね、おお思ってたより曲がっちまうんですよねこれ。おお、すげえ。セルフステアをなんか割と腕力でこう封じ込めてたような乗り方を僕してたんですよね。ちょっと怖いんでね、ちょっと車多いな今
こういうちょっと緩めなとことかでも、おお、マジか、すごい。ちょっとまだね新品なんでめったなことしませんけども、ああなんだろうこの勝手に曲がっていくバイクが。ちょっと内側をつきすぎる、こう右コーナーの時に内側をつきすぎることになりそうなんで気をつけないといけないですね。ちなみにね30キロぐらいで今こうじわじわとやってますけど、え、なんだろうこれ、もう下ってるっていうのもあるからかもしれないんですけどこれさ、なんだろうこれ、曲がるとき加速するんですけど、アクセルいってたのに加速しているような感じになる。おお、まあちょっとねグワッと行きたいんですけど、まだ我慢ですね、まだちょっと我慢してとりあえず鳴らします。おお、あ、これはちょっと良くない、これ良くない、こういうのは良くない僕まだこの河内の貯水池バイクでは走り慣れてないのでめったなことできないんですけど、タイヤがしっかり皮むきができて、で例えば初海岸とかであればどこまで倒せるかとかが分かるんで、こう、おほ、切り返しが、映像だけ見てると多分伝わりづらいと思うんですけど、これ乗ったら分かる、すっごい変わった。はいはいはい、ちょっとこれを左にねグッと曲がって、クソ楽しい。はい、ということでね、ちょっとタイヤ交換をして、まあ道中まで来ました。あ、ここまではもう使えてる。で、ここまでは皮むき完了ということですね。こっから先はね、なかなか使うことないと思いますよ。慣れるまでね。まだね、しばらくは今使ったこれぐらいのね、とこまでを鳴らしながら、で、徐々にバンクさせれるようになったらいいかなと思いますね。うん、左はまだこれぐらいかと思ったら、まだ全然こんなに余ってます。右の方が今、ちょっと削れてる感はあります。で、なんかどうも僕、自分の運転の癖があるみたいで、なんか僕、フロントの方が減るのが早いんですよ。まだまだですね。まだまだ。まだまだ全然。脱脂するのもありなのかな？まあ、自然に乗ってね。だって自然に乗って、皮むきした方が、そこを使ったっていう場所ですからね。自分が使えてないところの脱脂したってしょうがないんで、使えるようになってからでいいかなという感じですね。はい、ということでちょっとね、インプレというには程遠いかもしれませんけども、無事タイヤ交換終わって、ちょっと軽く乗ってみたね、感想をね、お話ししました。これから、まあちょっと河内の貯水池は登らずに、自宅の方に向かって走って、そうですね、初海岸の方を通って帰ろうかなと思います。めっちゃ変わりました。うん、びっくりするぐらい。はい、ということでタイヤはね、変えました。うん。やっぱだいぶこう、山が大きくなったな。さあタイヤを変えたんで、まあ、事故らないようにね、安全運転でいきたいと思います。はい、以上みそねぎでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。帰って磨こう。